はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリフジです。今回はゴンパチヒーローシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンパス続きをプレイしていきたいと思います。前回はギリアムが囚われてしまったので、それを救出する作戦を行いました。ただその後、幼稚園バスがショッカーにハイジャックされたという情報が入ってきましたので、今回はその救出を行っていきたいと思います。早速探索しながらそのバスジャックの現場へ急行しましょう。幼稚園バスをバスジャックしたショッカーの残党は子供たちを人質にしてこの中に立てこもっている。なんとか無事に人質を助けてあげたいということですね。ヘリで屋上から踏み込めば、まあ、このビル自体どうなんでしょうね。ヘリがブーって近づいてきたらすぐバレそうな気がしますけど。では、なんか別ルートを探さなくちゃいけないんだな。このビルに他入れるルートがないかっていうところからですかね。ちょっと探索していきまーす。あ、なんか情報持ってないか聞いてみましょう。この間は助かったよ。まあそうなんですよね。この東米も捕まってたので一緒に救出してあります。お、武器防具をここで買えるんだ。じゃあ買えるものあれば買いましょうか。何あるかな。ロングビームサーベルはすでにアムロ装備してるし、スチールグローブも装備してますよね。あとは今ウルトラセブンはスターリングを装備してるんですけど、これの1個上スペースリングが出てますね。どうだろうな、スペースリング買うか。じゃあで、あと防具もちょっと買っとく。力のマフラー欲しいな。あの仮面ライダーブラックはですね、火力は高いんですけどヒットポイントがちょっと低くて、そういう意味で言うと一番死にやすいキャラなんですよね。なので、そういう意味では、防御力アップのための、力のマント、力のマフラーかな？あってもいいかな？そういう気がしましたけどね。ただ残念ながら、金がない。12000、ゲットする金がない。しょうがない。ちょっとまた出直しましょう。ん？あのハイビルにいたじいさんが家に戻ってますね。まあ、確かにあのハイビルの入り口にこのおじいさんがいて中に入れないようになってましたけど。なるほど。あのハイビルはこのじいさんの息子さんが設計された。まあ、実質あのビルを知り尽くしている。この息子さんっていうところなんですけど、なんか別ルートがあるんであればそこから侵入できるかもしれませんね。ショッカーとかはアジトには必ず抜け穴を作るって話。もし抜け穴があればそこから入ればショッカーに気づかれることなく人質を助け出せます。手紙を託してくれて、その手紙の中にキラーンとしましたけど、特殊インクで抜け道のありかが書かれている。このおじいさんにその抜け道の情報を特殊インクで書いて誰かが見てくれる可能性があったんでしょうかね。残念ながらその息子さんは、まあ、やられていたということですね。その息子さんの遺言、騙されていたとはいえ僕は悪事に手を貸してしまいました。このビルが完成すればこの町はショッカーに占領されてしまう。これから仲間と一緒に警察に知らせに行こうと思っています。たとえ僕たちが失敗してもこの手紙に書いてある抜け道を使えばあのビルに忍び込めるはず。この手紙の仕掛けに気づいてくれることを祈ります。父さん母さん、何も親孝行できなくてごめん。以上です。
いやー、なんかちょっと切ないストーリーになってきましたね。この肉はニコチンが付着することによって文字が浮き出る仕組み。このおじいさんは息子が、まあ、家を出て行ってからタバコをやめたということですね。息子が戻ってくるに願をかけて、まあ、何かを我慢する、願いが叶うまでっていうのはなんかよくある話ですよね。では街灯に抜け穴のスイッチがあるということなので、それじゃあそのスイッチを探して侵入していきましょう。街灯あるところまで来ました。この辺りですかね。特に何かあるように見えないんですが、 B ボタンを押すと出てきました、スイッチですね。ていそしたら抜け道への階段が出てきたので入っていきます。もうこっから先頭があるのかな。ビルの中に入りました。今のところ戦闘は起きてませんね。幼稚園児たちがいる。ここも、まあ今うろちょろしてますけど、ようやく初めての戦闘だな。で、戦闘員。今まで戦闘員 A 数だったと思うんですけど、戦闘員0に変わってんな。強くなってる。一撃で倒せなくなってますね。あとは、攻撃力がどうかだな。あの戦闘員にしては強い。ブラックの攻撃だと一撃で倒せますね。ただ、さっきもお話した通り、ブラックはね、一人、ヒットポイントが1000に乗っていない。火力重視のヒットポイントが低いキャラクターチューニングになっているようなので、ダメージコントロールはしっかりしていきましょう。では、救出します。これは、なんですぐに、ギャーとならないんでしょうね。これで子供たちは救出完了。あとは宝箱を回収していきましょう。1000。お、スペシウマントだ。やった、買わなくて正解だったな。早速装備しましょう。ウルトラセブンの装備、スペシウムマントに変更します。防御力がだいぶ上がりますね。まあ地味に攻撃力も上がるんだ。10上がりますね、攻撃力はね。で、今持ち金が1000、11,556。これちょっと一回戻って、戦闘をこなして、力のマフラーを買ってきます。では、力のマフラー買いましたので、装備します。防御力がめちゃくちゃ上がるな。これはありがたい。攻撃力も、50上がりますね。これでブラックの、ヒットポイントの弱さを多少なりとも補えるかなというふうに思います。じゃあ戻ります。では戻ってきました。ブラックの攻撃がどれくらい、まあ、強くなってるか見ましょう。600超えに上がってる。力のマフラーを装備する前は500台だったと思うんですけど、これでブラックがまたね、火力担当として、ワンランク、レベルアップしてくれましたね。地獄大使がいます。何度でも繰り返す。いいか。逃走用のヘルト。これは、1、10、100、1000万、10万、100万、500万ですね。500万用意しろ。
早くしないと人質がどうなるか分かっているな。あ、もうその人質を救出しましたからね。さあ、こっから戦闘員を倒して地獄祭祀に迫っていきましょう。ウルトラセブンのね、スペシウムマントを装備したので防御力がアップしています。そうなるとアクはアムロにまあシールドを装備させてあげればある程度パーティーの装備が一巡できるかなっていうところですかね。なんじゃこの忙しいのに後にしろ、ギャギャッとならないのかな。いやいや、お前たちは一体どこから入ってきた。まあ、でもあの、ね、その隠し通路、あの子供たちと、まあ、その子供たちの先生らしき祖母さんたちは、降りていけばたどり着けそうでしたけどね。これもう一回地獄大使と戦うのかな。そうなると第3回戦ということですよね。第3回戦どうだろう、強くなってるのかな。まあ、全力で行きましょう。リーチ光線パワーパンチでノーマルショット。で、ゲシュペントはね、新しいの覚えてるんですよね。この、ディアンピーアレーサー。これちょっと使ってみます。まずはライフル1000超え。新しい攻撃は645。いやー、強いな、みんな。グホ。300超えブラック食らったけど。これ、まあでも一重に、力のマフラーを、買っておいて正解でしたね。お、倒した、楽勝ですね。あ、みんな装備が充実したのが大きかったかな。無念、またもや負けた。これどうなんでしょう、フラグ的には地獄大使何度も何度も出てきそうですね。序盤ですけどもう3回戦ってますからね。さて、抜け穴を塞がれたぞということで脱出かな、していきましょう。2階まで降りてきました。ん、何か聞こえる。なんだろう、子供の鳴き声。取り残された人質がいたのかな。俺が探してくる。君たちは外の人たちに避難するように伝えてくれ。なるほど、ギリアムがここからまた単独行動するんだな。救出はじゃあギリアムに任せて、我々は外に出ましょう。再生ヤモギャレスが出てきたな。で、今までいなかったので、ちょっと一度、リライブ光線で回復しておきましょう。で、フラッシュキック全員攻撃ですね。で、ガンダムも、バルカン全員攻撃で、一気に仕留めにかかる。攻撃力が高いな。大丈夫か？力のマフラー装備しておいてよかった。力のマフラー装備してなかったら、ブラック死んでたかもしれない。フラッシュキック。全体攻撃できると、効率が良くなっていいですね。レベルがレベルアップ。ガンダムのレベルアップ。では、1階まで降りてきました。ビルの外に出ます。
ギリアンがまだ中にいたはずだけど。お、いるな。女子ペントが出てきましたね。そして残されていた子供も大丈夫かな。お嬢ちゃん、このパワードスーツに乗っていたお兄ちゃん、まあ、つまりギリアンですね。知らない？知ってるよ、さっきまで一緒にいたもん。で、そのギリアンは？私がね、ヒューイがいないって言ったら連れてきてくれるって、それでその間ここにいなさいって私ここにいたの。何？これは、ギリアンが、戦線離脱なのか。ギリアンは、まあ、少なくとも一時的に、どうやら、離脱かな。では一旦本部に帰るようなので、ダカールに戻りましょう。自動でダカールに戻ってきましたね。ヌーベル市の警察から連絡が入りました。ギリアンは発見されなかったということですね。死体が発見されてないということは生きている可能性もある。まあそうですね。行方不明ということかな、今のところ。ギリアムの捜索はヌーベルの警察に任せるということですね。ラサに新たなテロリストが潜伏しているとの情報が入りました。本郷さんと共にラサ市に向かい、テロリストの計画を阻止してください。うん。じゃあ次はラサへと移動していきましょうか。一旦ブライトのところ行こうかなと思いましたけど、本郷がもうあそこに待ち構えているので、イベントが進みそうですね。では、ちょっと今回短めですが、ここまでにさせていただいて、次回は新しくラサでの、イベントを進めていきたいと思います。